はい、ご飯作ります。今日はオムレットを作ります。昔ということで人生初ですが作ってみました。まあそもそも料理って食材と調味料を作って作るものなので、別に分ける時点でダメなんじゃないかというストイックな気持ちも少しあります。実は甘いものかなり好きです。ブラックコーヒーととても合うので、ぜひ作ってみてください。美味しく仕上がるんでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
ムレットの完成です。まあまあ美味しく仕上がりました。まあ初めてにしては上出来だと思いますね。まあちょっと皮が厚い感じです。まあでも美味しいと思うんですけどね。どうなんでしょう、なんかやっぱり比較、最初なんで比較できるのがやっぱりコンビニとかになっちゃうんで、どうしてもまあ評価は低くなっちゃうんですけど、まあもうちょい薄く焼いてあげれば、あ、皮をもうちょい薄く焼いてあげれば、ちょっと良かったかなって感じ。ちょっと分厚かったっすね。なんでですかね。それと案外生クリームがやっぱり少ないです。まあそれもだから皮厚いからそう感じるんですよね。多分口にこう食べるときにやっぱ皮が口の中に多くなっちゃうから少なく感じちゃうっていうのだと思います。まああとフルーツなんですけど、いちご売ってないっていう、まあ今まで気にしてなかったんですけどね、いちご売ってなかったんですよね。なんかまあそんなこと、まあそうなんですかね、やっぱしょうがないですよね。それもまあこのバナナとブドウというなかなかない組み合わせになりました。まあそれは美味しかったので良かったんですけどね。まあ点数つけるなら60点ってことです、いいでしょうか。とりあえずまあやっぱりお菓子作るってやっぱりすごいなと思いましたね。今は普通に YouTuber じゃなくても家で料理じゃなくてお菓子極めてる方とかも Twitter とか見るとすげえなって思うんですけど、まあ、YouTuber の方も多いですよね。やっぱり気合の入れ方が違うんでしょうね。これはなかなか大変だと思いましたね。自分はちょっとどちらかというと苦手な分野なのかなって思いますけどね。本当はめっちゃ作りたいんですけど、やっぱりオーブンとかも必要になってきますよね。あれどうなんですかね、レンジのオーブン機能とかでもやってますけど、やっぱり高いですよね。あれ自分ドンキの一番安いやつなんで、オーブン機能じゃないっていう感じなんですけどね。まあこれからお菓子の動画は気まぐれでやるかもしれません。今のところの予定としては、たい焼きはちょっと作りたいんですよね。おやきとかでもいいんですけど、日本料理的なお菓子、日本料理、和菓子なんですかね、あれ。一応日本のお菓子みたいなやつは結構好きです。シンプルな甘さが、なんていうんですかね、シンプルな甘さが光るお菓子がどちらかというと好きです。一応自分喫茶店でバイトしてるんですけどね、まあ本当はお菓子とかも作りたいんですけど、なんかお菓子って言ってもいっぱいあるじゃないですか。だからそのなんかジャンル、お菓子の中でも一個のジャンルを極めれるのとかあればまたなんか楽しいのかなとは思っています。なんかアイディアあれば言ってください。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。